フンとは、世界、社会における個々の人や物の正しい位置や取り分を指す、看護由来の言葉。古代中国においては、万人万物が正しい秩序の下で定められた、正しい位置に定常していることが望ましいと、考えられていた。その正しい秩序とは何か、その中において人間は、どのような文のもとにあるべきか、について、 諸子百科の間で様々な議論が行われてきたが、後に儒教が中国思想の主導的地位を占めるとともに、など組み合わされて、名文論が形成された。殉教によれば、人間が巨弱の存在でありながら、獣たちに対して優位を占めるのは、群れて集団生活を送ることが可能であるからであり、それを維持するための原理が文であるとした。人間は欲望を持っており、 そのために、互いの利害が衝突して、争いの原因になるが、君主聖人である君主が礼儀を定め、人々に名を与えて、人間の間における相違を確立し、その間に文を与えて、関係を定めて、すべての人々が相違と関係を維持するための規則で、ある礼を守れば、争いを起こすことがなくなって社会は、安定しより強力になると考えられたのである。さらに文は、 人間以外の動植物や物品にも及んでおり、個々の人間が手中に収めることが許される範囲のことも文と呼び、その範囲の内側にある分を取り分などと称した。ただし、時代と場所によって、その分による統制にも強弱があり、中国の壮大には過去による身分的流動性の拡大と国家の統制の枠組みを超えた、経済発展、伝古の自立の動き、さらに切っ炭、 女神、猛虎の侵入の危機の中で花とエビス、巫女と日、君と真の文をいかに守っていくかという議論の中から、社会においては、種木の文の概念が強く主張され、儒教では、総額の発展が促された。一方、日本の江戸時代における、死能交渉は、今日では、旧来の厳格な身分制度と位置づけられていた学説より、実際には柔軟性のある、 身分制度であったと考えられているものの、それでも、世襲的、固定的な仕組みが一定の範囲で機能して、名と文が深く結びついていたと考えられている。今日の日本や中国の社会においても、社会的な地位や立場によって守るべき振る舞いや、倫理観があると考えられ、文言、文在、文相応などといった表現がなされる場合がある。ありがとうございます。